皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今日はですね、うちで実はなんか気がついたら扱いが2種類に増えました。電動アシストの折りたたみ自転車ですね。それに関して、まあその個性というかね、それをこう比較しながら、畳める電動アシスト自転車の可能性というのをちょっと考えてみたいなというふうに思いました。その個性というのがね、まあ、何回かお伝えしているとは思いますけども、手前のね、電動アシスト DE01 デイトナーですね。DE01 の方が、どちらかというと、そのスポーツサイクル、クロスバイクって言われてるね、あれをイメージというか、あっちの方からスタートして、いるイメージ。で、奥に見えてます、ボタニの F3 ですね。これが、いわゆる生活用自転車。いわゆる、まあ、ママさん自転車ですね。あれに、立脚したようなところからスタートしているというふうに、うちの方では見ております。で、デイトナの方はですね、まあ、そのスポーツサイクルとして一番要求されるであろう軽さですね。そこを最優先で作って、確か業界の中でもこれがもう一番と言っていいぐらい軽い方じゃないかなと。まあ、20インチとかね、406とかいう条件でいくと、そんな風になるんじゃないかなというふうに思います。で、片やボタニの方はですね、使い勝手の最優先を最優先、それもの日常仕様ですよね。もうさっき言いましたけど、ママさん自転車とほぼ同じ、それぐらいの、使い勝手の良さ、耐久性の高さ、メンテナンスの、頻度の低さ、というのをまず確立してから、畳めるという機能を付加して、そのスポーツサイクル寄りに何とかしましょうというような形で車両ができているんじゃなかろうかというふうにうちでは思っております。ね、こうデザイン的に見てもね、奥のボタニはボタニでね、スタイリッシュはスタイリッシュなんですけど、その何をもってスタイリッシュかっていうと、非常に個性的ですよね、あのデザインが。そこをもってスタイリッシュと言わせる何かがありますてというのと、こっちのデイトナーの方は、20インチのね、中折れ式の折りたたみというふうに考えたときには、もう確立された形があって、それをいかにね、洗練された形に持っていくかというようなところに、メーカーさんのね、努力は払われているなと。いうふうに分かるわけですよね。で、キャリアとか、泥除けとかはオプションにすることによって、とにかく軽量。で、その使う人の個性に合わせて、モデルアップしていってくださいという感じ。で、ボタニに関して言うと、まあ、あくまでその実用車両としてできておりますので、実用装備をどう増やすかというような感じで、車体ができておるなというふうに思うわけでございます。値段も同じぐらいですからね、どっちがいいとか悪いとかっていう話にはなかなか難しいと思いますけども、その個性ですよね、をどう取るかっていうところになってくると思います。ね、うちはというかですね、私の場合はですね、基本的に自転車っていうのは実用的なものであることを今、私は非常に求めておりますので、どちらかというとボタニの方が分かりやすく面白く、で、折りたたんだ後の持ち運びのしやすさうんぬんっていうのも、これも何度かお伝えしてますけども、おっていうような感じになっておりますので、ボタニをですね、私の日常生活に投入したら非常にいい感じで走ってくれております。で、片や DE01 に関してはもう圧倒的に実績がありまして、で、うちのお客さんなんかの使い方とか見てても、雨の中ガンガン乗りまくっても全然問題ないっすよと。で、今ね、電動アシストのレンタルサイクルは行きましたけど、あれをね、はるかに上回るような走りの良さ、で、おそらくローメンテで行けてるというようなところも分かってきておりますので、ここから先はね、ユーザーさんの判断ということになりますので、ちょっと分かんないとかいうような方は、ぜひぜひ店頭にて、ご確認、お試しいただければなというふうに思っちゃったりしたところでした。電動アシストになることによってね、思いのほかね、自転車に乗るっていうことに関してハードルが高いと思ってらっしゃる方って意外にいるので、そのハードルをね、思いっきりぐっと引き下げてくれるという、そういうような、素晴らしい効用があると、うちの方では考えております。お問い合わせをお待ちしております。